こんにちは。ほかげチャンネルです。今回は、ナルトに登場する美獣をまとめて紹介したいと思います。美獣とは通常の忍びなら手をつけることができないくらい強い生物ですが、ナルトの世界にはそんな美獣がなんと9匹も登場します。もともとは、十尾という全ての美獣がバラバラになる前の状態も存在しましたが、今回は十尾を含めた全ての美獣を紹介しますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。比較、砂で形成されたような体型と、大きな一本の尻尾を持つ一尾と呼ばれる美獣です。その巨体差も、美獣の中で屈指の大きさを誇っており、性格はガマキチ曰くファンキーということらしいです。他の美獣にも共通しますが、その重そうな図体に見合わず非常に素早く、九尾にも劣りません。登場初期は、ガーラという人物の人中力として体に潜んでおり、作中の中でも中忍試験という早い段階で姿を現しました。一尾は体に封印術を帯びた樹印であり、相手を砂で拘束して封印することが可能です。ちなみに、人中力となった者が寝てしまうと肉体を乗っ取られてしまうため、実質的に人中力となった人物は不眠症に陥ることになります。逆に、一尾の能力を発揮する際には寝る必要があり、ナルトと戦った時にその姿を見せました。結果的にガーラはナルトに殴られたことで、一尾は再び封印されました。最終的には、里を襲撃したデイダラに敗北したことで、一尾を取り除かれてしまいました。またたび、青い体を持ち、猫科の見た目をしているまたたびは、別名にビとも言われています。性格は女性っぽく、穏やかな口調をしているため、他よりも脅威は少ないです。人中力は雲隠れの里のくの市であるユギトでしたが、暁によって奪われました。炎の飼い猫や生きようという異名を持ち、素早さを生かした奇襲を得意とします。美獣の中でもどれくらいの強さには入るかわかりませんが、キラー B が宿している8尾よりは制御がしやすいと言われていましたが、もちろん、制御自体は簡単ではなく、ユギトは2尾の制御にかなりの時間を要しています。個人的にはかなり好きなビジュアルですが、皆さんはどうですか？リトブ？3本の尻尾を持ち、甲殻類のような外見をしている3尾と言われているビジュー。全身を硬い殻で覆っており、常に湖の底に生息していました。甲殻類といっても、顔は鬼のような見た目をしており不気味さが漂ってきます。ただ、外見とは裏腹に一人称を僕と呼んだりと子供っぽい性格をしています。最終的にマダラによって一撃で仕留められますが、決して弱いということはありません。見た目によらず非常に優れたスピードで戦い、水陸両用で戦闘が可能です。さらには、体内の構造はかなり広く、中にも小さな3尾が生息しており、アニメオリジナルではナルトとグレンが協力して脱出していました。他にも、幻術などを使用できる唯一の美獣としてかなり優遇されています。孫悟空、4本の尻尾を持ち、巨大で赤いゴリラのような見た目をしているゴリラ。本名は孫悟空ということで、どこかの人気漫画を連想させますね。その見た目通りの気性の荒さと実力を持ち、8尾を軽く投げ飛ばすことができます。全体的には体術が得意なのかわかりませんが、高速移動で動くことが可能です。その他の術に関しては養豚を得意としますが、この術の恐ろしいところは、美獣玉を耐えることのできる他の美獣に対して、この養豚の術はひるませることが可能です。養豚は、4尾の人中力である老子が開発したものなので、4尾自体は皮下土を得意とします。国王、5本の尻尾を持ち、世間では5尾のイルカ馬と呼ばれています。その名の通り、イルカや馬などを合わせたような見た目をしていますが、作者である岸本先生からはよくわからない生き物と言われているかわいそうな美獣です。戦い方は、4本の角をうまく利用し、その角を相手の体内に残すことで、ダメージを増大させるという厄介な存在でもあります。さらには、カトンとスイトンを合わせた性質変化である上トンを使用できます。再建、6本の尻尾を持ち、ナメクジのような見た目をしている巨大な生物です。外見は短い手に巨大な足を持ち、全体的にドロドロしています。昔は霧隠れの里の歌方という人物が人中力としてその身に宿していましたが、抜け人となったことと、暁に奪われてしまったことで失ってしまいました。性格は穏やかで、人中力の歌方には代償なしで力を分け与えることもあるようです。気になる外見のドロドロした粘着液ですが、超強酸性の毒ガスの効果があります。さらには、他の美獣のスピードについていけるくらい強いため、美獣の中でもそこそこ強いレベルで間違いないでしょう。共鳴、
7本の尻尾を持ち、カブトムシの角にカマキリの羽が生えた昆虫の見た目をした美獣です。人中力は風という滝隠れの少女で、おそらくナルトやガーラと同年代と言われています。美獣の中でも唯一五大国以外の里が保有しており、風自身も、滝隠れの里の権力者の親族にあたる人物だと思われます。七尾自体の尻尾のようなものは1本しか見られず、背中についている6本の羽が、尻尾の役割も果たしていると思われます。性格も一尾と同様にファンキーな性格をしており、自身をラッキーセブンと呼んでいます。人中力である風の実力はほとんど明らかとなっていませんが、中忍試験に参加した際に、人と人が繋がればこの世から争いがなくなる。まずは友達を100人作ることだ。というしぶきの言葉の影響で、戦いではなく、友達を作ることに重きを置いていました。しかし、中忍試験の後に格図と被弾の暁コンビによって襲われます。作中では、ガーラよりも早く暁によって美獣を奪われていました。風はナルトに次ぐ平和思想の持ち主だったため、もし生きていたら、ナルトの物語は大きく変わっていたかもしれません。風紀、8本の尻尾を持ち、その名の通り牛と鬼とタコのハーフのような見た目をしています。人中力はキラー B で、完全に美獣をコントロールした数少ない人物の一人です。性格は、非常に思いやりや優しさがあり、ノリも良く、キラー B が人中力ということもあり、キラー B に対して、突っ込んだり小言を発言したりします。さらには、キラー B とサスケたちが戦った際には、手加減をしたり、仲間をかばった水月に至っては、死なない程度に美獣玉を放っていました。強さも、タコのような見た目とは裏腹にかなりの素早さで動き回ることができ、足を振り回すだけで災害を起こすような威力を持ち合わせています。さらには体の頑丈さもあり、九尾の美獣玉は愚か、十尾の美獣玉にも耐性があります。キラー B は人間の状態でも部分的に美獣化したり、バージョン1と2を飛ばして美獣化することも可能です。これまでの人中力の中でもキラー B だけができる芸当と考えるとすごいですね。グラマ、9本の尻尾を持ち、狐のような見た目をしている美獣です。本作の主人公であるナルトが人中力であり、この葉隠れが保有してきました。金銀兄弟の発言から、この葉隠れの前は霧隠れが所有していたようです。作中では、連載初期からナルトに力を貸したりと大いに活躍を見せましたが、その性格は残忍性を極め、3年後の戦いでは桜にも負傷を負わせる事態になります。九尾を宿しているということで、ナルトは誰よりもチャクラが多かったようですが、そのコントロールは非常に難しく、分身の術すらできない時期もありました。そんな九尾とナルトは長い間不仲の関係にありましたが、ナルトが九尾の力をコントロールしたことで、陸道仙人のような姿になり、チャクラがヤマトの木遁の術に影響を及ぼしたり、悪意を感知できるようになります。九尾の性格は、美獣の中でも特に凶暴性を秘めており、人中力であるはずのナルトを、長い間下に見ていましたが、ナルトにお前も救ってやりたいと言われたことをきっかけに、九尾のツンデレがバレることとなりました。十尾、十本の尻尾を持ち、もはやその見た目は何をモチーフにしているのかわかりません。人中力は陸道仙人ですが、死ぬ間際に9匹の美獣に分裂させました。その際に下道魔像は封じられることとなります。別名はデイダラボッチやダタラなどと様々ですが、九尾曰く、神様のような存在で、この世界の地形は全て十尾が作ったと言われています。マダラは十尾の復活を目標に、暁を使って美獣を集めていました。その暁の一人である長富は、自身が持っていた輪廻丸を移植し、利用していました。その目的は長戸の輪廻転生の術で自らを全盛期の状態に戻し、十尾の人中力となることで、陸道仙人と同等の力を手に入れることができるためです。さらには、月の目計画といって、世界中の人間を現術にはめるというのが目的でした。マダラ自身は平和にするための計画だったようですが、ただのサイコパスです。作中では、マダラによって不完全な状態で復活することになりますが、美獣の中でも特に異質で、すべての美獣を一つにした姿というのがロマンがありますね。今回は、ナルトに登場するすべての美獣について紹介していきました。ナルトに登場するキャラの中でも、不気味な存在である美獣ですが、その性格は陽気だったり、穏やかだったりと意外と面白い部分もあります。皆さんはどの美獣が好きですか？コメントでよろしくお願いします。